ご覧ください。尋常じゃない数の人、人、人。こちらは、この日の一番人気、白石さんの例。今から白石さんは、この大勢の人たちと握手します。くたくたやん。この握手会を去年はおよそ30回行ったそうです。すごい。ファンの中には、すげえな、これ。大阪らしくボケをかます人もいて、初めて来たんですけど、握手させてもらったけど、あ、でも恥ずかしいです。今日はちょっと恥ずかしいですけど、恥ずかしい。やめてください。恥ずかしい。もったいない。残念ながら、この一瞬に思いを遂げられないファンも。すごい送り出されたな。朝早いお時間でーす。お時間ですの壁に阻まれそうになりながらも、一言に思いを詰め込みぶつけます。わずか15分の休憩のみで笑顔を絶やすことなく、なんと6時間握手し続けました。ファンの方の応援がないと多分やっていけないとも思うし、そういう一言一言が結構、なんだろうな、力になってるというか、頑張らなきゃなって